案件なの？はい、意味わかんねえ、ついに来ちゃった。今回進撃の巨人のグッズ紹介してくださいとのことで、うちらのあんだけこすった進撃ネタがここに繋がるとはで、僕はあらかじめね、全部ではないんですが実際見たんだけど、なんかやべえなと。そうなんだこれがアニメグッズになるんだ令和みたいな、マジで面白いグッズがたくさんあるので楽しみにしてて。嬉しい。はい、でかすぎませんこと、こちら。これがどうやら5万円相当分ぐらいのグッズがあるっていう話を、まあ、ちらっとお聞きした。そうなんだ最初ポタちゃんがハマってたんだよね。で、面白いって聞いてアニメ見始めたんだけど、うん、巨人が敵の作品の何がおもろいって思ったけど、うん、巨人だからおもろいっていうのを作ったのすごいよね。すごいよ。人ってでかいだけでこんなに絶望的な感情を味わうことができるんだみたいな、新しい恐怖を日本人に植え付けた作品だなって、うん、僕は思う。で、そっからアニメ2期までの距離とアニメ3期までの距離が遠くて、最終回が放映されるってのを聞いてバカ一気見したよね。で、リアタイで最終回見たもんね、ゼノンは。泣いたいや、僕はアニメよりも先に原作を読み進めて、最終話まではアニメ放映前にもう見終わっとって、ゼノンがアニメをめっちゃ遅れて見直しとるタイミングで僕もゼノンと一緒にゼノンに解説しながら見るっていう役割したんだけど、そう、分かんなくなったらいつも動画停止してこれど、何、な、何が起きとるみたいな感じでまず、薄物お、はい、はい、そして、長方形本当に何か分かんないね。これが、お二つ、はいはいはい、お、さらにちょっと大きい長方形のでかい。最後は、パッケージに何か書いてあるんで、これは最後にさせていただきます。オッケー。この入れ物だったらさ、グッズいっぱい買ってる人はピンとこない。そうだよね、アクリルフレームかなとか。服ね、なんかアクリルプレート的なものかなって思うけど、うん、俺はじゃあなんだなんだ、ポスターとかタペストリーとかにしては重いけど。重いよね、うん、ちょっと重量ある。いや、これとこれなんか中入ってるの一緒そう、うん、感じ。じゃあこれから見てみる。はい、いきますよ。はい、せーの、ダラリラリラリラ。お、なんだ、アクリルプレートじゃない、もうこういうさ、グッズ用のプレート、なんていう、すっごい分厚くないどういうジャンルのものなんだ。見て、巨人映ってる。壁とかにもかけれるし、うん、こんな感じで足つけることで机とかに置けるようにもなってるってことだよね、うん、なるほどね。めちゃめちゃ画質いいし。あ、いいじゃん。うわ、かっこいい置いてる感ある。じゃあ、これ行ってみる。家物がさ、和なんだけど卒業証書とかのさ、装飾っぽいよね。あれ、学校でこれよく見たでしょ。うわ、じゃあ、私の方から見てみるよ。すっと開く。この封印解いたら富山にさ、巨人放ったりしない。使用上の注意、かっこ掛け軸、タペストリーじゃなくて掛け軸え、開けてみていい？いいよいいよいいよ、いくよ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、すごい。え、え、黒すぎ。え、送られてきてもミスじゃない。大丈夫、キャラ一生出てこい。ちょっと待って、長あぁ、長くていいんだ。うわぁ、めっちゃよくね。こちらね、進撃の巨人の掛け軸となってまして、安心の日本製でして、一つ一つ職人さんの手作りらしい。これじゃあこれ将来さ、息子とかに代々受け継がせて家宝そうね、家宝にできるってこと。そう、そういうこと。すごいもんだって、意味わかんない質しても。だってさ、みんなちょっとこの音聞いて、重厚感。え、めっちゃかっこよくね。え、めっちゃデザインマジでいい。ということは、もう一本見てみて。もう一本は、あ、めっちゃ色違う。あ、でもこっちの方が色味和っぽくない？ね。あー、あー、なるほどね。兵長とエレンか。うわー、なるほどね。エレン、この時に戻ってくれよ。ほんまやで、マジで。エレン見てると苦しくなるよな。言われてんのよね、物語の奴隷って。本当にでもエレンってその名前が似合ってしまう主人公だよなって。確かに、なんかつくづく思う。最後まで子供だったんだよね。そうなんや、めっちゃ衝撃だった。そこが年相応でよかったりもするし。いや、進撃途中で見るのやめた人にさ、あの最後のアルミンと喧嘩するシーンだけ見てほしいあ、ここだけ見てほしいよね。びっくりするよね。見ようと思うんじゃないって思うけどね、うん、あ、でも私この黒の方が好きだな、かっこいい。いや、
や、もうこっち。あ、本当？こっちの方がなんか和感あって掛け軸感より豪華な感じするわ。うわー、いいね。いい。え、これはさ、持った感じ掛け軸っぽいんだよね。なんかでも一回り大きいよね。うん。お？え、なんかもうすごそうなんだけど。見たことあるよこれ。What? What? え、待って、みんな角材出てきた。マジで角材出てきた。うわー、なんてやばい。高そう。何この高級感。絶対高いでしょこれ、やばいって。え、金色なんだ。やばいやばい怖い。え、やばいってこれ。え、もうすぐ出てきたよ。後ろさ、模様だと思ったらアニメのシーン。うわ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 、最初はもういる。うわ、ちょ待って、これ最高や。なにこれ。でもさ、純粋な疑問なんやけどさ、これどうやって横に飾る。ちょっと値段調べていい。うん。こちら、お値段。45,273円。え、待って、過去税別、あ、5万円です。え、5万円相当のグッズじゃなくて5万円のグッズが送られてきとるやん、うん、それ。ちなみにさっきの掛け軸も1個2万7000円です。このお値段なのは理由があって、職人さんの手作りなんですよ。え、これこれがマジで値段高いけど、人生一番のグッズとして踏み切って買ってもいいぐらいの。いやー、いいわ。マジでクオリティしてる、こんだけ大きいから画質とか荒いのかなと思って今見てたけどさ、うんうん、めっちゃ綺麗なんだよね。見て、アルミン可愛くない？可愛い、可愛い、アルミン。久々に子供のアルミン見たけど幼すぎ。可愛いわ。最後の商品、僕的には日本昔話の世界でしか聞いたことないよみたいな、本当にそのレベルのもんなんだ。早く見せなさいよ。はい、まずじゃあ外装の大きさから。はい。肩抜ける。分からん。いや、常々思う瞬間もあるんだけど、うん、私今何やってるんだろう。ただオタクなだけなのに、これも紹介してくださいって言って超高級のさ、しかも好きな作品のグッズ送られてくる。こういうことがあるたびに何をやっているんだろうって。やばくない？おばあちゃん家でこれあったらさ、進撃の巨人って思わない？屏風？そうです、屏風だよね。下は屏風だけど上わかんないよね。え、神、神でしょ、神、神屏風、神屏風。コットンのね。というわけでこちら屏風でございます。屏風って何？日本人だけど知らないかも。知らないよね。生まれてこの方は屏風なるものを一回も見たことないのよ。ない。え、いい？いいよ。いくら好きな作品とはいえ触るの怖いよ、普通に。おいやがんやがん、うちら何やってるんだろう。本当に分かんなくなってきた。ちょ、見てこれ。何これ。こちらも職人さんの手作りでございます。ご丁寧にね、守り神が。はいはい。これがあの屏風。うわー。やばくない？迫力がやばい。すごいよ、本当に。マジ？いきますよ、皆さん。意味わからんすぎる。ばあちゃん家にあって開けたらこれな。やば。私手めちゃめちゃでかいんだよ、うん、ほら。やばくない？くえさ、しかも巨人のこの手が折りたたみの形的に前に来るようになって。そうそう、だからこうやってもう自分の方に掴みかかってくるようになっとって、で巨人がこう後ろになるようになってるから、この遠近感がうまく現れてて、すごい、これマジすごい。これなんか目バグる。意味わからんくなるね。これ間近で見るとさ、巨人の迫力がありすぎて怖いもんね。見て、アルミ、うわ可愛くない。こちらもなんと、はい、45,273円。今回の動画、まあ、ざっと15万円ほど。
でもこれを実際に見ると欲しくなる、うん、人生のアニメグッズとしての一番の買い物としてこういうのを選択する価値がマジであるなって思う人ね。捧げたくなる。それこそ家宝で、いやこれを機会にね、このグッズももちろん手に取ってほしいけど、やっぱ進撃の巨人とかいう作品をですね知っていただきたいよね。そうだね。この作品見るとアニメとか作品好きの人には百発百中見てよかったって言わせれる自信がある、うん、僕は歴史の教科書を読んどる気持ちになるのよ。戦争がなんで生まれてるのかとか、どっちにも正義があって戦争になってしまってるみたいな。そうそう、私だからね最終話まで見ておすすめのアニメ何ですかって聞かれたら大体進撃って言っちゃうもんね。いやもうそうなんよ、うん、とりあえず進撃見てないんだ見ろみたいなところまであるからね、うん、あるある。うん、まあというわけで確かに5万円っていうね、うん、お高い金額で確かに手にねちょっと取りにくい金額かなと思うんですが、進撃の巨人好きだなっていう方は、うん、概要欄のリンクからね何か一つグッズお買い求めください。待っても